どうも皆さんこんにちは、遊び方ファクトリーチャンネルでございます。ご視聴ありがとうございます。こちらね、JX の水槽台になるんですけど、こっちね60センチ対応で、こっちはね30から50、これ50入ってるんですけど、50まで対応できるっていうやつをね、まあ、横に並べて、まあ、こういうこれの動画も出してるんですけどね、今こんな感じでここにもねあってですね、これ15センチキューブのハイタイプになるんですけどね、まあベタとかを入れるような水槽なんですが、今ねこちらはあのカニ、はい、レオパードクラブっていうねカニがおりまして、でここがねもともとこっちにいたあの淡水フグがねちょっとお引っ越しして、この水槽60センチの水槽が空いたのでね、実は新しい生態をお迎えをしております。今日はねこちらを紹介してみようと思います。最後までお付き合いください。というわけでおじさんを除いてね撮影するとこんな感じになりますね。なんかいつの間にか増えていくっていう感じで、これねこれはね多分見えないと思いますけどね、これはあのゾウリムシが増殖しておりまして、一応ね水槽それも入れるとね 1,2,3,4,5,6 台がね今稼働しているというような感じになります。で今日のですねご紹介したいのはこちらですね、バトラクスキャットというですねナマズの仲間になります。原産はですねこの個体はですね南米コロンビアからやってきておりまして、今の大きさでね、だいたい8センチぐらいかな、10センチちょっと下回るぐらいなんですが、なんといってもね、このなんとかキャットというとね、まあ代表的なので言うとレッドテールキャットとかでですね、非常に大きくなる個体ってあると思うんですけど、このバトラクスキャットはですね、結構コンパクトで、最大体長がね、だいたいいろんなサイトの総合的に見てもね、20から30、だいたい20って書いてあるかな、っていうことでですね、20センチぐらいまでにしか大きくならないので、まあこの水槽のようにですね、こちらは60センチ水槽なんですけど、60センチ水槽でも飼える、まあ肉食の魚ということになります。そしてですね、ピラニアね、うち飼ってるんですけど、ナッテリーがいるんですが、まあそういったね、ちょっと近寄るとビビってね、隠れちゃうか、まあ隠れちゃうというかね、逃げちゃうような魚とは違ってですね、非常に動きもゆったりしていて、人慣れもするということでね、ちょっとペットに近い感覚というようなね、ところもございます。まあちょっとアップして見てみましょうか。こちらをですね。はい、いかがでしょうか。もう口がね、すごく、こう、なんて言うんですか。まあ、開けているというかね、広がっているというか、はい、裂けているというかね、いう感じで、これね今お腹がポッコリしているのはですね、まあ、ちょっとかわいそうなんですけど、泳いでるですね小赤の方2匹お腹にね今入っているという感じになっておりまして、でこれはですね結構丸飲みスタイルなんですよね。なので2匹丸々お腹にポコッと入っているという感じです。まあちょっとね金魚をねこう生き餌、まあ、生き餌としてね与えるのがかわいそうだっていう方もいるかもしれないんですけど、まあピラニアみたいにねこう裂けたりとかこう半分でね真っ二つになったりとかっていうこともなくね、もうそのまんま飲み込むので、まあ、ちょっとねその辺の残酷さがちょっと柔らくなるという感じではあるんですが、なんせね本来は夜行性でですねこう暗い時にこうパクッと行くようなんですけどね、どうもね見てる感じお迎えして1週間ぐらい経過するんですけど食べてなさそうなんですよね。で食欲がなさそうかというとそうでもなくてですね、実はこの1週間で、まあ、手で与えているという感じですね。ちょっと後でやってみようと思います。可愛らしいんですけどね、なるべく自分で食べてほしいなという世話が焼ける感じにはなっております。さあというわけでですね、ちょっとこれからね餌を与えるシーンがね流れるので、そういうの苦手だなということはね、ちょっとここで視聴をやめていただくということで、シーン切り替えてねちょっと餌をあげてみようと思います。ナマズの特徴なのかね、この個体の特徴なのか分かんないですけど、本当にね特に泳ぎ回るわけでもなくね、同じところでふわん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 してる感じですね。で普段は、はい、夜行性なので、朝とかねお昼なんかはこの用意したですね隠れ家の方にこう入っているという感じで、まあ表面がですね粘液になるのかな、鱗とかがあるわけではないので、ちょっと傷つきやすいので、底砂はね、ちょっと細かいものにした方が良さそうだということでございます。さあ、餌あげてみましょうかね。こんな感じでですね、これ網ですけどね、網近づけても全然避けないですよね。まあこれからちょっと小赤をキャッチしようかなと思います。じゃあですね、ちょっと与えてみたいと思います。ピンセットでつまんでね、ちょっとこうやって揺らしてあげるとですね、はい、食いつきそうですね。はい、こんな感じでですね、パクッと
丸飲みをするスタイルでね食べていきます。本来はね自分でこうやってほしいところではあるんですけど、そしてですねお腹見てほしいんですよね。ちょっと待ってくださいね。このようにですね一匹食べるたびにねお腹がもうその分丸々と膨れていくということでね、これ正常らしいです。はい、こういう状態で問題ないそうです。そしてですねまあこれをね消化していくのでまあかなりね時間かかるということで、1回食事したらねだいぶインターバルは空きそうかなという感じではありますね。まあ1日2回とかね餌をあげるっていう感じではなさそうですよね。さあどうでしょうか。非常に可愛らしいですね。そして生き餌なのにね生き餌なのに全くねグロテスクさがないというところで、非常に我が家のアイドルになりそうな、はい、バトラックスキャット、はい、こちらをねちょっと今楽しんでいるところでございます。さあというわけでね餌と、はい、食べる側がね一緒の水槽で泳いでいるという、まあ、非常にカオスな状態でありますけど、もしねバトラックスキャットを飼われている方がいらっしゃったらねどんな感じか教えてもらったらなということで、多分ね水槽の中で成長するのでそんなに一気には大きくならないとは思いますけど、まあこれからねちょっとペットみたいな感じでね非常に人間にこう馴染むというかね慣れる魚としてこのね可愛いナマズを育てていこうかなというふうに思っております。はい、というわけで今回はね新しくお迎えした魚のバトラックスキャットをご紹介してみました。こんな感じです。可愛い。まあちょっとこれから調べてねちょっと雌雄が分かってないのでもう分かんのかな、もし分かる方いらっしゃったらコメントでも結構ですので教えてもらえればなというふうに思います。そんな感じでですねもう水槽ばっかりになってねお世話も結構大変、水替えもね毎週結構大変ですけど、こんな感じでまたね成長の記録をお届けしたいなと思います。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。